マイクラで家を放火するのは犯罪ですか？結論犯罪。マインクラフトで長い時間かけて友達が建築した建築物を燃やして破壊するのは完全犯罪。しかし例外があって、もしその友達が落とし穴を仕掛けてきたり、過去に家が破壊されている事例があるのであれば、マインクラフト刑法68、やり返し法が適用されて、もし仮に裁判になったとしても無罪を勝ち取ることができる。よし！ただ現実世界で放火をしてしまうと、刑法108条、現住建築物等放火が適用されて、死刑または無期懲役、めちゃくちゃ重い罪になる。皆さんは犯罪など犯さず、もし犯したい人はゲーム内で犯しましょう。はい、終わりでーす。